英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースを使いながら、英語力、そして英語を学びながら、情報力アップしていきましょう。今回は NHK World News を使いながら、英語を学びながら、情報力、どんどん上げていきたいと思います。命と引き換えに信念を貫いた男ということで、ロシアのですね、反体制派運動家のナバルニーさん、亡くなってしまいましたけど、これに関連する続報ニュース使いながら、英語力と、日本から遠く離れた世界で一体何が起こっているのか、しっかりと情報力もアップしていきましょう。まず、英語字幕ありで、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に、英語と日本語訳を使いながら、難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、押さえながら、そして、日常生活なんかでも使えそうな表現や単語が出てきたら、しっかりと声に出して、私のスピーキング力も一緒に上げていきたいと思います。3番目、最後に、この NHK ワールドニュース同じもの、字幕なしで見て、英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの詳細の内容を聞き取れるのかどうか、しっかりと集中して仕上げで見ていきたいと思います。研究家事チャンネル。英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは、最新時事ニュースを使いながら、英語力と情報力一緒に上げていきましょう。Let's get it started. それでは、この左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。では、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. The family of Russian opposition leader Alexei Navalny insists he was murdered in prison. They've been demanding since authorities announced his death a week ago that they release his remains. His mother says they finally allowed her to see his body but won't hand it over.Lyudmila Navalnaya says she was escorted to a morgue by investigators who claim her son's death was from natural causes. According to the law, they should have given me Alexei's body immediately, but they didn't. Instead, they blackmail me. They put conditions on where, when, and how he should be buried. Navalnaya says authorities are threatening her to agree to a secret funeral. She says if she refuses, they claim they'll do something with her son's body.Navalny's wife and daughter met in San Francisco with U.S. President Joe Biden. He expressed his admiration for what he called Navalny's extraordinary courage. He says he'll respond with penalties on the man he blames for what's happened. We're going to be announcing the sanctions against Putin, who is responsible for his death, tomorrow.Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has called the U.S. reaction to Navalny's death hysteria, and he says people have no right to meddle in his country's internal affairs. さあ、字幕ありで見てみましたけれども、ニュースのアウトライン概要を聞き取れましたでしょうか。まあ、世界中で大きなニュースになっている反ロシア体制派のナバルニーさんが亡くなって、その遺体ですね、お母さんに返してもらえない。ということで、まあ、家族がですね、まあ、殺されたと主張している。そして遺体が帰ってこない。そして家族はですね、アメリカのバイデン大統領と面会をする。そして今画面に映っているこのロシアの外務大臣ですかね。この方は内政干渉しなくていい。アメリカは黙っとけと。まあ、こういう感じだということですね。では次は、英語と日本語、字幕を使いながら難しい単語や表現を抑えつつですね、しっかりとニュースの情報をチェックしながら英語力、情報力アップしていきましょう。そして、ポイントはですね、しっかりと声に出して、スピーキング力も高めていきたいと思いますので、視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を話す練習していきましょう。では、この色の変わっている冒頭部分ですけども、ロシア野党指導者、アレクセイ・ナバリヌイ氏の家族、同氏が刑務所内で殺害されたと主張している。当局が一週間前に、彼の死亡を発表して以来、彼らは遺体を公開するように要求し続けている。まあ、遺体を返してほしいということですよね。何かロシア隠してるとこう主張しているということですね。では単語表現見ていきましょう。The family of Russian opposition leader
オポジションというのはですね、まあ、政治の話になると野党という意味になりますね。オポジションリーダー、野党のリーダーだったアレクセイ・ナワリヌイ氏ですね、の家族が insist というのは主張しているということで、He was murdered in prison. Prison は刑務所ですけども、murder は殺害ですね。受け身になって、He was murdered in prison. 刑務所内で殺されたんだと家族は主張しているということです。ではですね、次見ていきましょう。ここは難しい、単語ないので、ここですね。お母さんですね、ナワリヌイ氏のお母さん。ようやく遺体を見ることは許可されたけれども、引き渡しは、応じてくれなかったと話していると。お母さんのリュドミラ・ナバルナヤさんですけども、息子の死は自然死だと主張するロシア捜査官によって、遺体安置所に今連行された、連れて行かれたということですね。で、ここ、チェックしておきましょう。単語表現ですね。They finally allowed her to see his body. Allow っていうのは許す、許可するということで、ロシア当局が、まあ、ついにですね、遺体を見るっていうことは allowed、許可したっていうことです。But won't hand it over. Hand it over で引き渡す、渡すですね。Hand over。ことはですね、won't、許さなかったっていうことですね。そしてお母さん、escort to 何々に連行するっていうんですね、escort、まあ、連れていくっていうことで、この単語、珍しいのでしっかりと声を出して覚えておきましょう。mog ですね。Google 自動翻訳を使うと発音しっかりと確認できます。これですね。morg。morg。遺体安置所ですね。まあ日常会話であまり使わないかもしれませんけども、まあ英検のテストなんかに出てくるかもしれませんので、mog。morgue。morgue ですね。声に出してしっかりと覚えましょう。morgue というのは、遺体安置所ですね。escort to。遺体安置所ですね。escort to morgue に連れて行かれたということです。で、そしてそこで言われたこと。death was from natural causes。彼の死というのは、自然現象、自然のことだったんだと言われたということですね。じゃあ次見ていきましょう。この部分ですけれども、法律によれば、彼らはアレクセイの遺体をすぐに渡し、お母さんに引き渡さなければならない。そういう法律にロシアもなってる。で、けれども、ロシア当局はそうしなかったんですね。その代わりに、ロシア当局はお母さんに何をしたかというと、お母さんが脅迫された、脅迫しているというんですね。彼らは彼をどこに、いつ、どこで、どのように埋葬すべきかについて、ロシア側が条件をつけてきたということなんですね。こういう発言をロシア内ですると、このお母さんもですね、身の危険や危険があるんじゃないかと思いますけれども、どうなんでしょうか。では、単語表現見ていきましょう。according to the law ですね。何々によると、よればという according to 覚えておきましょう。ではですね、この according to 使いながらしっかりと私たちのスピーキング力を上げるためにですね、英語短い文章を話してみましょう。例えば according to を使って例文ですね。According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia. こんな感じどうでしょう。According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia.According to the latest news, 最新のニュースによると何か信じられないようなことがロシアで going on 起こっているということですね。では、この例文、視聴者の皆さんも一緒に声を出して日本人が苦手と言われているスピーキング力を上げていきましょう。According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia. ですね。According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia. では、もう一度。自分の口、そして口の筋肉ですね、英語を話すことに慣れさせる、まあ、鍛えていくっていうのが非常に大切ですから、もう一度言ってみましょう。According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia. According to the latest news, something unbelievable things is going on in Russia. もうこれで according to us 口からパッと出てくると思いますね。何々によるとですね、ロシアの法律によると、Should have given me ですね。すべきだですね。Should have given me こうすべきだった、亡くなった息子さんのバディですね。遺体を immediately 直ちにすぐにですね、引き渡す、すべきだとこういう法律がある。しかし
Instead というのは代わりにですね。そうする代わりに何をしたか。Blackmail me ですね。Blackmail というのは脅迫するというです。まあ、これも例文を作ってしっかり声に出して覚えておきましょう。脅迫するですね。Please do not blackmail me. Please don't blackmail me. これで行きましょう。Blackmail で脅迫する。Please don't blackmail me. 私を脅迫しないでください。まあ、こんな文章使いたくないですけども、まあ、例文ですので声に出してですね。Please don't blackmail me. Blackmail しっかりと意味覚えましょう。脅迫ですね。Please don't blackmail me. Please don't blackmail me.話す練習しないとスピーキング力アップしないのでどんどん話す練習していきましょう。Please don't blackmail me. Please don't blackmail me. これで blackmail 脅すという単語をしっかり覚えたと思います。直訳で黒いメール脅す blackmail ですね。そして buried というのは埋葬する。ここは受け身になって be buried ですね。埋葬すべきか、どこで、いつ、どのように埋葬すべきか。They put conditions、条件をつけてきたとお母さんが言ってるんですね。さあでは次、この部分見てみましょう。お母さんのナバルナヤさんですけども、ロシア当局が秘密埋葬に同意するように脅していると、脅されていると語ったと。もし拒否したら、彼らは、息子さんの遺体に何かをすると主張していると彼女は言う。ということですね。ではここを見ておきましょう。Threaten というのはですね、脅すということで、Authorities are threatening her to agree to a secret funeral. Funeral というのはお葬式ですね。Secret funeral 秘密葬儀ですね。大々的にお葬式をするんじゃなくて、まあ、Secret funeral ですね、秘密葬儀に同意するように Threaten 脅しているということですね。この th サウンド、threatening th サウンド日本人にとってですね結構難しいんですよね。 th で空気が抜けるす threatening ですね、threatening、ここですね threatening 練習しておきましょう。これを使うと Google の自動音声入力機能を使うと自分の発音がしっかりと伝わるかもチェックできます。 threatening according to the newsRussian authorities is threatening the matter. まあ、こんな例文作ってみましたけども。Threatening. According to news, Russian authorities is threatening the mother. According to the news, Russian authorities is threatening the mother. ですね。Threatening. ここに出して覚えておきましょう。脅迫する、脅す。ですね。Threatening. Blackmail と似てますね。一緒に覚えておきましょう。Threatening. ですね。Threatening.そして refuse というのは拒否するですね。 If she refused もしお母さんが refuse それロシア当局の求めを refuse 拒否するとこう主張しているということで do something 何かをですね her son's body 遺体亡くなってしまった息子さんの遺体に do something 何かをするとこう言ってるわけですね。まあ、証拠を隠すために何かをするぞとこう言ってるんでしょう。それでは次見ていきましょう。そうですね。一方ですね、まあ、ご家族がいたので、奥さんと娘さん、アメリカのサンフランシスコでバイデン大統領と会談をしたということです。バイデン大統領、ナワリヌイ氏の並外れた勇気を称賛する、称賛するという意を表したと。そして、バイデン大統領、アメリカですけれども、この出来事に責任を負っている、まあ、男性、まあ、プーティン、ロシアですね、罰則を科す、サンクションですね、ペナルティを科すとつもりでいるということですね。さあではここ単語表現を見ていきましょう。どんな単語が出てきているかということですね。Admiration for what he called. Admiration ですね。チェックしておきましょう。Admiration.President Biden showed admiration his braveness. Admiration. President Biden showed, admittedly, administration's his braveness. Braveness.
勇気ですね、そしてアドミレーションですね。アドミレーションというのは称賛ですから、ここですね、称賛を、示したということで showed admiration。 Admiration. President Biden showed admiration his braveness. Admiration 覚えていきましょう。称賛というですね、ここに出しておきましょう。 Admiration ですね。何に対してか、for what he called Navalny's extraordinary courage ですね。extraordinary っていうのは、並外れた、普通じゃないっていうんですね。そして courage っていうのは勇気ですね。extraordinary courage。これを使いながら声に出して、スピーキング力アップしましょう。extraordinary courage。people sometimes show extraordinary courage.Extraordinary courage. People sometimes show extraordinary courage. Extraordinary ですね。波外れた。しっかりと声に出しておきましょう。ではこの例文をですね、一緒に音読をしてスピーキング力高めてみましょう。People sometimes show extraordinary courage. ポイントはこの extraordinary courage を覚えることですね。波外れた courage、勇気を人々は時として示すってことです。People sometimes show extraordinary courage.しっかりと声に出して覚えれたと思います。では次ですね、見ていきたいと思いますけれども、ペナルティーという罰ですね。罰則、ペナルティーズ。複数形になっています。ペナルティー、ペナルティーズですね。On the man、男に課すペナルティーをどんな男かっていうと、he blames。この he というのはバイデン大統領ですね。blame というのは非難する。for what happened。今回起こったことを非難している。避難先であるその人にペナルティを課す。ロシア、プーチン政権にということですね。それでは次見ていきましょう。最後の部分ですね。ここはバイデン大統領、アメリカ英語しっかり聞き取れましたでしょうか。後で字幕なしでもう一度聞いてみましょう。明日、ナワリヌイ氏の死に関係する責任に対する制裁をアメリカとして発表するということですね。それに対してロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣ですけれども、ナワリヌイ氏の、関してアメリカの反応を非難して、内政問題に干渉する、アメリカが干渉する権利はないと、こういうふうに述べたということですね。それでは、ここ単語表現見ておきたいんですけれども、sanctions というのは制裁ということですね。まあ、西側諸国、ロシアのウクライナ侵攻もう2年になりますけれども、始まってからですね、このサンクション、制裁をロシアに課してますけれども、ニュースなんかの報道で見るとなぜかですね、制裁が効いているのか効いていないのか、ロシアの人は普通に生活ができているし、プーチン政権もなんか元気そうだなと、北朝鮮とかイランとかですね、中国と関係性をどんどん強めていってて、本当に正しい方向に行ってるんだろうかと個人的に思ってしまいますけれども、sanction 覚えておきましょう。制裁ですね。responsible for 何々に責任のあるということですね。responsible for 例えばこれを使ってですね、スピーキング力アップしてみましょう。例えばこんな例文どうでしょうか。I'm not responsible for that matter. I'm not responsible for that matter.I'm not responsible for that matter. その問題、私の責任じゃないよ。責任私にないよ。I'm not responsible for ですね。覚えておきましょう。I'm not responsible for that matter. 視聴者の皆さんもですね、声に出してスピーキングを上げていきましょう。I'm not responsible for that matter. I'm not responsible for that matter. いいですね。いいと思います。2025年に大阪万博があるとするならば、反対の声もありますけれども、たくさんの外国人が来るので、しっかりと日本人として英語を話してですね、おもてなしできるといいですので、しっかりと英語力上げていきましょう。 responsible for 責任があるですね。そしてこの medal ですね、 no right to medal。 right というのはですね、権利ですね。権利はないよ。 to meddle in his country's internal affairインターナルアフェアというのはですね、内政のことですね。ロシアの内政に関与してくる、メドルしてくるですね、干渉してくる、ノーライト、権利はないと、ロシア側は言っているということですね。で、ここも、
right ですね。R の発音、L の発音、日本人にとって難しいんですけれども、R の発音をしっかり意識してですね、この R の発音は舌がですね、口の中の上顎につく感じで、right ですね。No, right to metal ですね。練習しておきましょう。Russian Foreign Minister is saying that United States has no right to meddle in internal affairs.Russian Foreign Minister is saying that United the State has no right to meddle in internal affairs. United States ですね。ロシアの外務大臣、米国には内政に干渉する no right 権利はないと述べた。ではここ、この例文を使って英語を話して speaking をアップしてみましょう。Russian Foreign Minister is saying that United State has no right to meddle in internal affairs.R の発音ですね。R、L の発音をしっかりと意識しながら行きましょう。Russian Foreign Minister is saying that United States has no right to meddle in internal affairs. Russian Foreign Minister is saying that United States has no right to meddle in internal affairs. Meddle 覚えておきましょう。Meddle、meddle in で干渉するというんですね。そして internal affairs というのは内政ですね。ロシア国内での出来事にアメリカが関与してくるんじゃない。そんな no right 権利はアメリカにはないとロシアの外務大臣が言っているということです。さあでは英語と日本語でしっかりと日本から遠く離れたロシア、アメリカでいろんなことが今日も起こっているということを英語を学びながら情報力アップできたのではないでしょうか。では3番目、字幕なしでもう一度この NHK World News 見てみましょう。しっかりと集中してみてですね、英語、学習した単語表現しっかりと記憶に残っているのか、そして内容ですね、しっかりと英語のリスニングだけで理解できるのか。アクティブリスニングという言葉がありますけれども、ぼーっと聞くんじゃなくてしっかりとですね、集中してアクティブに聞こうということで、アクティブリスニングで言ってみたいと思います。それでは Let's try to understand every details of this NHK World News without English subtitles. Let's try to do active listeningLet's try to understand every details, only listening English. Let's try it. では、アクティブリスニングで字幕なしでしっかりと理解できるのか、聞き取り挑戦してみましょう。The family of Russian opposition leader Alexei Navalny insists he was murdered in prison. They've been demanding since authorities announced his death a week ago that they release his remains. His mother says they finally allowed her to see his body but won't hand it over.Lyudmila Navalnaya says she was escorted to a morgue by investigators who claim her son's death was from natural causes. According to the law, they should have given me Alexei's body immediately, but they didn't. Instead, they blackmail me. They put conditions on where, when, and how he should be buried.Navalnaya says authorities are threatening her to agree to a secret funeral. She says if she refuses, they claim they'll do something with her son's body. Navalny's wife and daughter met in San Francisco with U.S. President Joe Biden. He expressed his admiration for what he called Navalny's extraordinary courage. He says he'll respond with penalties on the man he blames for what's happened.We're going to be announcing the sanctions against Putin, who is responsible for his death, tomorrow. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has called the U.S. reaction to Navalny's death hysteria, and he says people have no right to meddle in his country's internal affairs. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの内容聞き取れましたでしょうか。たくさん新しく学んだ blackmail とかですね、threaten とか no right とかですね、たくさん単語、聞き取ることできましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズム、イントネーションに慣らしながらどんどん英語力を上げつつですね、最新のニュースから世界中のニュースを得てですね、情報を得て情報力もアップしていきましょう。こんな感じで英検1級カジチャンネルガンガンですね、英語力と情報力アップにつながる動画をアップロードしていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、そしてコメントなんかもいただけてもすごく嬉しいので応援よろしくお願いいたします。
それでは引き続き一緒に英語力と世界中から英語を学びながら情報力も取って、情報も得て、情報力もアップしていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, aka English channel. Let's improve our English speaking skills and English knowledge as well as information knowledge. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.